お世話になります。一人でございます。今回はポケモンが配布されるということで、その情報を共有させていただきたいと思います。これは韓国のポケモンの大会の記念配布みたいな感じですね。で、これ以前から配布あるって言ってたんですけど、延長されて今日配布って感じです。これは前の動画でも言ったんですけど、元々の配布予定日に私朝5時まで起きて配布待ってたんですけど、配布されなかったっていうね。で、さらにさっき一度この動画撮ったんですよ。でもマイクの不具合で音声取れてなくて、それでマイクのその音を入れるためにすげえ1時間ぐらいかけていろいろ調整して、それでようやく音が入るようになって、それで今撮影に至ったっていう感じなんで、なんでこんなトラブルばっかなんだよ。最近トラブル読んでねえのに。まあそれはどうでもいいとして、期間については8月22日日曜日までとなっております。じゃあ受け取っていきましょう。受け取り方については、不思議な贈り物から、それでですね、不思議な贈り物を受け取るですね、シリアルコードで受け取るっていきましょう。で、シリアルコードは 1STPTCCHAMP ということでございます。すごいね、これ TPTCC っていう感じで全部 E みたいな感じになってますね。っていうのもさっき動画撮った時に言いました。別に面白いことでもないんだけどね、何にもで、多分ファーストプレイヤーズトーナメントカップのチャンピオン決めみたいな感じってことかな、多分。だけど贈り物を探しています。で、はい、来ました。はい、これ来ました。カムサハムニダのポリゴン Z。 まあこれ適当に読んだだけなんですけどねっていうのも、これもさっき一度このくだりやりましたっていうのをもう一回やるのも恥ずかしいんだけど、一応やっときます。はい、受け取っていきましょう。はい、それで韓国だとしても全く同じような届き方で届きますっていうのもさっき言ってて、はい、いいね、いいね、見た目いいな、やっぱこいつは可愛くて癒し系ですよね。はいはい、あ、こいつ持ってなかったんだ。別ロムだからね。はいはい。これでポリゴン Z 受け取りましたで、手持ちのポケモンを確認してみましょうって言われたので確認しましょうか。はい。ということで、こいつ来ました。ステータスについてはこれね、ちょっと個体値見れないんですけど、これ A0 個体でしたね。攻撃だけダメかもで、他は全部ね、最高っていう感じでした。で、プレシャスボール入ったレベル50の、韓国産のやつですね。親はこれ、カムサハムニダさんかな？いや、全然適当ですけど。っていうかもう、韓国語ほぼそれぐらいしか知らないですわ。あと、マシソヨぐらいかな。で、持ち物がシルクのスカーフ。で、肌触りの良いスカーフ。持たせるとノーマルタイプの技の威力が上がるということで。まあ、こういうのって持たせんすね。私対戦全然やんないからわかんないですけど、シルクのスカーフ持たせる人初めて見ました。で、特性適応力で自分と同じタイプの技の威力が上がるっていう感じでございますと。まあだからさっきのシルクのスカーフと合わせてノーマルタイプがめっちゃ強くなるってことですね。で、技破壊光線ですね。10万ボルト悪の波動ワールザクミということで、っていうちょっと白々しい驚き方ですけどさっき撮影1度目の撮影の時も言ったんですけどね驚いたんですけど、もう一回わざとらしく驚くという。あんま破壊光線って私そんなに対戦で使うようなイメージないんですけど、この対戦素人から言ったらね、だからこいつの威力がめちゃくちゃ上がるっていうことなんでしょうね、きっと。それで戦うっていう、すっごい適当な言い方だけど。で、臆病な性格で2023年10月17日というもうぶっ飛んだ日付でございますけど、で、バトル大会でレベル50の時に運命的な出会いをしたようだ、打たれ強いということで、バトル大会っていうね、結構珍しめの表記なんで、これはね、持っといて損はしないでしょうね。はい、で、これでバトルチャンプリボン。バトル大会優勝記念リボン。付けた時の名前、バトルチャンピオン。カムサハムニダ、マシソヨ。まあ、これは適当ですよ。読み方はね。それぐらいしか知りませんから。まあ、そんな感じで、ね、超珍しい個体ですね。はい、ということで、今回、ポリゴン Z。まあ、なかなかね、もう見た目だけでも強そうですし、で、プレシャスボール入ってますし、育成済みですし、もう絶対ね、これ、もらっといた方がいいんじゃないでしょうか。で、2日間限定なんでね、まあ、急ぎ目で、手に入れましょう。まあ、しかもね、こいつね、見た目とか結構癒し系だと思うんで、多分ね、ネズミ捕りとかしてるポリコ、んぜーとかは思わなくなるでしょうね。